はい、特別定額給付金の第2弾はどうやら可能性が低いんじゃないかな、無理なんじゃないかなというふうに落ち込んでいる方もいらっしゃると思いますけども、だからこそ私たちが何をするが、この無理をね可能にしていくと思うんですよ。さあ、その中でですね、補正予算編成が始まった中である方がですね、やっぱり切り込んでくださいました。画面切り替えながら記事を読んでいきますよ。いいですか、こういう方がいないとね。はい、三次補正真水15兆から20兆円をということで、竹内孔明政調会長が要請額アップということでございます。これ11月11日の記事ですから、補正予算がスタートしたと同時にね、これじゃダメだってことで声を上げてくださったんですよね。ちょっと記事読みますよ。公明党の竹内政調会長は11日の記者会見で、追加経済対策を盛り込む2020年度補正予算第3次について、国の直接の財政支出である真水で15兆から20兆円規模とすべきだとの考えを示した。つまりこれがね通ると、特別定額給付金もここにプラスオンされるわけですよ。15兆から20兆円の真水でしょ。この金額ってのは特別定額給付金の10万円に相当するわけですよ。うん、じゃあ次読んでみますね。1日時点で主張した10兆円から15兆円からアップさせた形で、最新の景気落ち込み予測を勘案すれば現状を維持する最低ラインになると訴えた。うん、最低ラインですよ。100兆ぐらいボカンと出せばいいんですけどね。三次補正の額をめぐっては、自民党の世耕幹事長が真水30兆円規模に言及している。竹内氏は会見で現在の経済状況について相当厳しい、民需の回復力弱いと指摘し、補正で雇用対策や生活支援策に注力する必要があると強調したということでございます。いかがですか。だからね、もう3次補正予算が始まって、そこのテーマとして5つありましたよね。その中に生活支援がなかった、だからどうするなんですよ。だから、おい、生活支援策入ってないじゃないかと、特別定額給付金ちょっと入れた方がいいんじゃないのか、どうするんだってことで声を上げていけば可能性はまた開かれるんですよ。だからね、あ、ダメなんだ、無理だったね、はい、さよなら、そういう方もいらっしゃると思いますけども、私はね、そうではないです。ダメと言われたら、じゃあどうやったらダメからいいになるんですかっていうふうに食らいついていきますからね。そういうことをするのが私は本気だと思うんですよ。だからね、ダメって言われて諦めるぐらいだったら、それはね、本気でも何でもなくって、単なるね、おこぼれちょうだいマインドだと私は思いますよ。だからね、私たちが諦めていいことなんて何にもないんですよ。だからね、ダメと言われれば言われるほど燃えていかないとっていう風なね、少年ジャンプみたいな、そんな考えでございました。もういつまで経ってもアマちゃんでございますけどもね、アマちゃんで結構ですよ。アマちゃんに徹しますよ、私はね。もう特別定額給付金出してもらおうじゃないですか。15兆、20兆、30兆どんどん積んでいただいて、将来世代に付き合う回らないんですよ。30兆円のね、国債を切ったところで、償還は30年後にね、私たちの子や孫の世代がやるんじゃなくて、新しい国債吸ってまた繰り延べするわけですから、人類の歴史が終わるまで繰り延べでいくんですよ。全く問題ないですね、三橋さん。それでは以上でございます。はい、速稼塾の久保です。第3次補正予算の編成が始まるようですけども、どうもね、第一報の様子では特別定額給付金は盛り込まれていないのかなというふうに感じざるを得ません。ということでね、今回は前回アップロードした動画に対してのコメントを皆さんと一緒に読んでいこうかと思います。じゃあ画面を切り替えていきますね。まずはですね、いつも、あ、ゆかりさんありがとうございます。久保さんおはようございます。何を見ても今更ですかって思えてしまいますね。誰が薬についても変わらないんですね、この国は。あ、お金が貯まらずストレス溜まりまくりですということでございます。そうですね、まあ、誰が国政についても変わらないということももっともなんですけども、国を変えてくれる人を私たちが選んでないということなんですよね、きっと。多分国政についてらっしゃらない方の中に、国を変えるべきポテンシャルがある方がいたんではないかなと。まだまだ私たちはね、一票というか投票に対してもっと重い気持ちを持たなければならないのかなっていう気がしますね。こういう状況にあってもね、投票率はまだ 50% と、半分の人がまだ投票に行ってないんですよね。選挙権を捨ててるってことなんですよね。次ですね。小泉さんおはようございます。もうこれで政府のせいで自殺者がますます増えること間違いないですね。自殺者は確かに増えてるんですけども、政府の、そうですね、政府のせいもあるんですけども、私が思いたいのは、政府が当てにならないときに
国民の間で自殺者が増えることを国民が止めていくことはできるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、ですんでね、私もなるべくね、こう希望のあるような、なんか死にたくなってる人がもうちょっと頑張って生きてみようかなと思えるような放送をしようかと思います。まあ、これはね、国民一人一人が自殺を考えてらっしゃる方にどういうふうに呼びかけるかってことにもかかってくるんじゃないかなと思うんですけどね、いかがでしょうか。佐藤さんですね、自民党公明党立憲民主党に LINE した、俺はいるぞ、あ、仲間いるぞ仲間いるぞですね、はい、頼もしいです。次ですね、やはり政府や国会議員は考えていない目先の対策給付金に、会社に出さず個人に高額給付金支給して増資すれば会社は助かる、国民が救われない国だ、国民が救われない、確かに、うん、確かにそういうところありますね。もうこうなったらね、国が当てにならないんだったら国民同士で助け合っていきませんか、いかがでしょうか。次です、小金虫さん、久保さんこんにちは、私も諦めません、ありがとうございます。菅事務所に定額給付金の件で、話しました。ダメ元ですが話せる機会だと思ってチャレンジしています。逆にこういう件が出てきるので話しやすいと思います。まあその通りですね、私もね、こういうふうに定額給付金のことが入ってないんで、なんでですかっていうふうに電話をしようかと思いますね。やっぱりこう力に変えていきたいなと思いますね、どんなことも。まさかりさん、それなら政府高官たちの年俸や交通費、接待費のすべてを剥奪し、すべてを自腹で払わせるように煽るしかないかも。うん、それが一番なんですけどね。次です、菩薩さん、 GoTo トラベル北海道感染拡大でやめない、2回目特別定額給付金一律支給実現実問題として自分は給付金がないと苦しいです、とりあえず特別定額給付金は要求していきます、 GoTo トラベルツイートやめないとコロナ感染拡大は抑えられない、早くやめるべきである、私もそう思います。ただ肝心な北海道知事は GoTo トラベルの影響ではないというふうに言いますし、あの分科会のね、尾身会長も GoTo トラベルやめましょうって言わないですよね。なんか分散型小旅行みたいなこと言ってますよね。何を考えてるんでしょうかね、本当にね。政府に忖度して自分の地位や給料を守るために言いたいことも言えないとね、本当のこと言ったらね、菅総理に左遷されるというのがね、学術会議問題とかで言われてますんで、怖い怖いでしょうね、きっとね。次、スリーイヤーズさん、よっぽど出したくないよ超えてますね、ファック麻生ということでございます。麻生さんのところにもう文句の電話を入れましょうね。江口さん、いつもありがとうございます。自民党公明党を筆頭に全国国会議員は国民に11月から毎月1人20万円の特別定額給付金を毎月全国民に給付できないことを恥じて反省しなければならない。そもそも年率 2% のインフレを適正としていることが正しくない。現在、あ、これちょっと長いんですね。はい、いつもありがとうございます。次、佐藤さんですね。一律国家予算支給して、条件つければ今まで通り働いてくださいと、一生働かなくても生活困らない額だけど困るでしょう、だから条件つけて、給付金支給しておけば有給休暇でリフレッシュしやすい、金があるのだから金のために働かないっていうスタンス変えると思いますか。あ、なるほどね、あのお金があるとお金のために働かなくていいというスタンスになるってことですよね。まあそれはね、本当にね、ありがたいことだと思うんですよ。ただ現実問題、それ本当にそう思って言いたいんですけどもね、現実問題、お金のために働かなくていいっていう人ばかりになると、じゃあ誰がね、下水処理場で働くんですかとかね、誰がね、あのトラックの運転手するんですかとか、誰が深夜のコンビニで働くんですかってことになっちゃうんで、もうある程度はね、金が欲しくって働くみたいな人がいないといけないですし、そのバランスなんでしょうね。完全にもうお金いりませんよっていう方ばっかりだと、今度は社会の供給が間に合っていかないんで、この辺ちょっとなんかいいバランスがないですかね。はい、いつもありがとうございます。エリチンさん、いつもありがとうございます。給付金もらえたらと期待からのどん底で命絶とうとする人いるんじゃないかと思います。せめて一律じゃなくても低所得や困った人にせめて配ってほしかった、見捨てなかって思いたいなってことですよね。本当ですね。どうでしょうかね、全国一律給付を国に期待してもダメだったんで、私たち一人一人ができることをやっぱりね、やってみませんか。いつもの言葉ですけども、お金はね、周りの人に配れないけども、なんかちょっと声かけてね、励ましてあげるとか、ちょっとこうそのぐらいですかね。なんかできることを探していきましょう。ありがとうございます。いくみさん、病院が心配です。私もです。まあ、いろいろと援助していこうかと思います、私もね。昭和、平成、令和さん、
初めてコメントしますが、同じ50代だけど 99% 給付金は無理だろうと思った方が良い。来年の東京五輪実現させたいからでもある。衆議院解散はないと思う。給付金の実現がなければ衆議院は任期満了まで続けるだろう。はい、給付金ね、私もね、ないと思うんですよ。ずっとないと思ってました。給付金はないだろうと。だからこそこういう活動してないをあるに変えていこうと思ってるんですよね。最初から出るって決まってればこういう活動してませんからね。やっぱり、まあ、少しでも可能性を広げるために呼びかけてますんで、本当にありがとうございます。その通りなんですよね。はい、吹上さん、菅君、給付金配らないのか、次の選挙野党に投票。もうその通りですよね。本当、猫の道さん、政治家にとって給付金は選挙対策での切り札なので、おいそれとこのカードを切ってこないと思います。菅総理も早く訪米したいみたいで、心ここにあらずみたいですしね。オリンピックは元総理の誰かさんが必死でやりたいみたいで、滑稽すら見えます。政治家や官僚にとって実体経済とは机上の数字の上だけです。しかし野党は給付金のことに全然突っ込まないのかな。本当不思議だな。はい、この辺はね、野党の方に私たちの呼びかけが足りなかったのかなと私は思ってるんですよ。野党の方に給付金で突っ込んでくれというふうに追及をお願いするとかね。やっぱり野党の事務所っていうのは皆さんのお住まいの地区にもありますから、そういう声を上げていくこともできたんじゃないかなと思って、私はね、政権に対していろいろと呼びかけることばっかりをやっていて、野党の方に協力するってことができてなかったなと思いますね。はい、次です。ゆかさん、特別給付金なしになったのですね。なぜか死ねって議員から言われているようでショックですよ。北海道は第3波に突入です。おまけに冬だから灯油代だってバカになりませんし、何もかもお金がたくさんかかる。ただでさえコロナウイルスのせいでどこにも行けない、買えない。その中で特別給付金なし、人殺し議員はいなくなってほしいです。うん、確かにそうですね。あとは国が当てにならないとなると、じゃあどうしようかってことに切り替えていくかなってところですね。あとね、給付金なしになったのかどうかわからないんですよ。だから給付金なしになったんだったらなったで、次のね、アクションですね、年が明けてからの予算にかけるって手もありますんで、まあ、ここでね、はい、諦めた、もう呼びかけるのやめたではなくて、じゃあ次どんな手が打てるかなっていうふうに私は考えていきたいかなと思ってます。ダッペさん、草って書いてますね。草っていう意味が私はすいません、わかんないんですけども、何なんでしょうかねこれは。いつもありがとうございます。はい、ということでね、今回も皆さんからね、多数のコメントいただきました。本当にそうだなって思うこともありますし、前向きに考えていかないとなと。そうは言っても、頼れないんだったら、国が頼れないんだったら、国民同士で何かできないことはできることあるんじゃないだろうかなっていうふうに私はすぐにね考えてしまうんですけども、まあアマちゃんなんでしょうかね。皆さんコメント本当今回もありがとうございます。いや、給付金、全国民への給付っていうのはね、第3次補正予算で盛り込まれなかったのかなと思います。まあやっても無駄だったのかなっていうところもありますし、まあ私が考えるにね、多分ダメなんじゃないかなっていう気持ちが、そのダメをダメじゃないに変えようというエネルギーにねなってるんですよね。だから最初からこれ絶対出るよってなると活動してなかったと思うんですよ。そういう意味も込めて今回はね、コメントを一緒に皆さんと読んでいこうと思います。それでは、特別定額給付金出るのか出ないのか分かりませんけども、出ないのかもしれないなっていうところで、じゃあ私たちが出ないを出るに変えてやろう、無理を無理じゃないに変えてやろうというね、そういうふうな思いで今回もコメントを読まさせていただきます。それではいきますね、スタート。はい、さゆりさん、全く前代未聞で呆れるしかないですね。そうですね。でも呆れてばかりはいりません。もうだったらどうするっていうエネルギーに私はすぐ変えてしまうんですよね。ありがとうございます。赤明さんですかね。趣味赤、役立たずで自分勝手で無能な政府当てにしても無駄ですね。コロナに負けないように自分で生きていきながら働くしかありません。はい、それも本当にその通りです。結局ね、政府に、期待して、例えばね、特別定額給付金が15万出ましたって言っても、次の月にはどうせまた足りなくなるんで、また欲しくなるんですよ。ということは、一瞬助けてもらっても結局は大半は自分の力で生きていかないといけないんで、まあ、要求もしながらね、自分の力もやっぱ試していかないといけないというところもありますね。はい、草加さん、久保さんありがとうございます。その通りです。諦めず頑張りましょう。何事もなせばなります。もし給付金がダメでも政府に手たらくがあります。今後これから先も政府を皆さんで叩けば、また国民に叩かれると思い知らせましょう。皆さん、久保さん筆頭に負けず頑張りましょう。我だけはなく、皆さんで手をつないだつもりで苦しんでいる人たちを助けましょう。必ず貸しましょう。はい、そうですね。こういうふうなね、政府への要求とか政府への、まあ、文句を通じて、私たち
知り合いました。手をつないだつもりで何かをトライしていきましょう。まあ何かっていうのがなんか見えてこないですけどね。これからも言いたいことは言っていきましょう。やれることはやっていきましょう。それだけかなと思いますね。はい、クリスタルソーダさん、給付金を期待するだけ無駄か。そうですね、無駄な部分もありますんで、この無駄を無駄じゃないように変えていくためにね、またなんか探していきたいなと思います。いつもねありがとうございます。次、これはね、何と読めばいいですかね。直江さん、政府がやらない動かないなら独自で他の市が給付金出す市が出てきますね。そうですね、今度はね、皆さんお住まいの地方自治体とかね、県とか市とか府に呼びかけてみたらどうですかね。国がやらないから市でやってくださいよとかね、町でやってくださいよって感じで、国がダメだから諦める、それで終わりじゃなくて、身近な市区町村に呼びかけるってことはどうですかね。やれると思うんですよ。やっていきましょう。まさかりさん、南の帝王のように相手の口に手を突っ込んで内臓ごと税金という名の食い物を全部吐き出させたら、過激なこと書いてますけどもね。まあでもそういうふうな気持ちで、本当にね、憎しみをぶつけるわけではないんですけども、要求を上げていければなと思っております。純也さん、おはようございます。諦めたら終わりですからね、ガンガン電話メールします。年末までにまとまったお金が欲しいですからね。その通りですね。まあポイントサイトも考えておいてください。あそこでもね、まとまったお金できますんでね。はい、よろしくお願いします。無理ならやめとけ。いや、無理だからやるんですよ。最初からね、全然できますよ、その通りですよ、もう 100% 大丈夫ですよ、確定ですよって言ったら、私はこういうことをやってません。無理だと思うから、その無理の扉を開けようとしてね、悪がきしております。もうね、昭和の人間ですね、私もね。ありがとうございます。富江さん、菅総理は麻生さんの家来ですか。12月のいつから国民は落ち込んで正月もできないと言ってるのに、あなたたちはゆっくりと年末過ごせます。寝床で賞与、はいらないでしょう。菅総理は麻生さんの家来ですか。5万円か10万円。5万円は一律出してほしいです。菅総理にお願いします。はい、どんどんね、要求を上げていきましょう。今回の要求が通らなくても、年明けのまたね、経済対策がありますんでね、そこでもうぶちかますこともできます。はい、ありがとうございます。まあ、政府のやつらは困っていないってことでしかない。こちらの動画アップされている方、活動の方頑張ってください。頑張ります。本当にね、私はね、どんな時でもね、ダメだからやらないってことはないです。ダメだったら余計やりますからね。はい、江口さん、自民公明筆頭に全国会議は国民に11月から毎月1人20万円の特別給付金を毎月国民に給付できないことを恥じて反省しなければならない。本当そうですよね。もっと言ってやってください。 MM さん、自民より共産党に投票する人が増えそう。地元は自民より共産党です。共産党ってどんな党なんですかね。ちょっとまたよろしかったら教えてください。村田さん、次の選挙には自民党には入れない。自民党惨敗しろ。おお、そうですね、そういうふうに突き上げていきましょう。小金虫さん、だったら国民一丸で日本の政治家は中国に買収されてると言いましょう。本当に買収されてるんじゃないですかね。もう困ったもんですね。定額給付金出さないのは中国スパイの遊び金しか思えないし、仮に出したら政治家は暗殺されるんだよ。政治家は、中身中国に買収されてるんだよ。いくらぐらいで買収されてるのかな。儲かるんですかね、やっぱりで、ね、中国に買収されたら。どうでしょうか。やっぱり中国のスパイが入ってるんだ。久保さん、確定ですよ。うわ、本当ですか。怖いですね。あ、ちょっとね、カーソルがいかないですね。すいません、カーソルがいかないんで、あと2件あるんですけども、フリーハンドで読まさせていただきますね。とりあえずこちらの画面切り替えは終わりにさせていただいて、あと2つコメントが入ってるんですよ。あと2つね。1つはね、給付金配りましょうと言ってるやつがスパイグループの一員という。うわ、ちょっと待ってください。なんだこれ。給付金配りましょうと言ってるやつがスパイグループの一員というね。日本は南海トラフ巨大地震が確実に起こる。今の日じゃない甚大な被害があるのに困窮している。生きていけない。頑張れよ。東日本大震災被災者より。これちょっとすいません、どういう意味かわからないんですけども、まあ、この方が言われるには、被災しても頑張って生きてるんだからみんな頑張れよということですかね。まあ人それぞれ捉え方あると思いますが、コメントの方ありがとうございます。まあ少なくともね、私たちはこのコメント欄で叩き合ったりとかね、論破し合ったりって、そういう、まあ、私たちが足を引っ張り合ってもしょうがないんで、ぜひね、まあ叩くべき相手といいますかね、戦うべき相手は強いものに対して力を向けていくってことで、まあ足の引っ張り合いはしないようにしたいなと思いますけども、そういうつもりはないと思いますからね。これからもコメントお願いします。最後お一人ですね。大室さん、その通りですね。毎日活動してます。諦めず頑張りましょう。この前官邸から返信ありました。見てますよと。はい、官邸にメールを送るとこれ確実に読まれます。確実に読まれるということは、
こんな類のメールが最近多いですよっていうふうに菅総理に伝わるってことなんですよ。こういうふうなね、小さい可能性から私たちは自分たちの要求を通していくように、まあ、やっていくしかないかなと思います。他にもいいアイデアがありましたらね、ぜひ教えてください。久保さんが政党を作ったらついていくのにとか、ね、でもそれでも構いませんし、令和新選組にみんなでね応援に行きましょうでもいいと思いますし、 N 国党をぶっ壊せでも何でも構いませんのでね、なんかいいアイデアがありましたらこれからもご教示ください。それでは以上です。ありがとうございました。